こんにちは。フリーアナウンサーの中島純子です。今回は、明治から大正にかけて活躍した歌人、島木明彦さんの随筆、諏訪湖藩、冬の生活を朗読します。諏訪湖藩、冬の生活、島木明彦、富士火山脈がシナノに入って八ヶ岳となり、 立田山となり、霧ヶ峰となり、その末端が大小の丘陵となって諏訪湖へ落ちる。その傾斜の最も低いところに私の孫落がある。傾斜地であるから家々石垣を築き、わずかに血を鳴らして宅地とする。最高所の家は丘陵の上にあり、最低所の家は湖水に沿い、 その間の勾配に100個足らずの民家が散在しているのである。家は茅葺きか板葺きである。日用品小売店が今年まで2個あったが最近3個に増えた。その他は皆純粋の農家である。山から丘陵、丘陵から村落へと続く子たちが多くは落葉樹であるから、 冬に入ると傾斜の全面が皆あらわになって湖水から反射する夕日の光がこの村落を明るく寒くする寒さがおいおいに加わって12月の末になると湖水が全く結氷するのである湖水というても海面から2500尺の高所にあるのであるから そろそろ筑波山あたりの高さに届くであろう。湖水よりもなお高い丘上の村落は、厳冬の寒さが非常である。朝、戸外に出れば、ひげの凍るのはもちろんであるが、時によると、上下まつげの頭頂を覚えることすらある。かような時は、顔の皮膚面に響き、かつ、 サクルがごとき寒さを感じる信濃南部の松本地方諏訪地方稲木曽地方は冬に入って多く快晴が続く雪が少なく空気が乾いて空に透明に過ぎるほどの青さをたたえる皮膚に響くがごとき寒さを感じるのは空気が乾いているためである ことに諏訪地方は、ナノの他の諸地方に比してさらに高所にあるから、寒さの響き方がひどいのである。寒さを形容するに、響くというごとき言葉を用い得るは、空気の乾燥する高地に限るであろう。南シナノ、ことに私の住んでいる諏訪地方などには、この言葉が最もよく当てはまるのである。 この頃になると、湖水の氷は、一尺から二尺近くの厚さに達することがある。それほどの寒さにあっても、人々は家のうちに実して、こたつに尻を温めていることを許されない。昼は氷上に出て漁漁をする人々があり、夜は氷を切って氷庫に運ぶ人々がある。氷庫というのは、 ほど近い町に建てられてある古兵貯蔵の倉庫である。この頃私の村では、毎朝未明からカーンカーンという響きが湖水の方から聞こえてくる。これは人々が氷の上へ出て、叩きという漁をするのである。長いの木槌で氷を叩きながら十数人の男が、 一列横帯を作って向こうへ進む土の響きで固定の魚が前方へ逃げるのをだんだん追い詰めてあらかじめ張ってある網にかからせるのがたたきの漁法である私の家は村の最高所にある庭下の坂がすぐ小氷に落ちているのであるから一列の人々を見るにはかなり節目にならねばならぬ 伏し目になった視線が表情の人まで達する距離はかなりあるのであるが表情の人の土を振るう手つきまで明瞭に見える氷を打つ土先が視覚に達するとき土の音はまだ聴覚に達しない次の土を振り上げる頃にようやく土音が聞こえるそれで土の運動と音とが交錯して 目と耳へ来るるのである目に来るものも耳に来るものも美に徹して明瞭である単にそればかりではない一列の人々の話までも手に取るように聞こえるのである空気が澄んでいる上に村が極めて完性であるからである村の人々はまた氷の上へ出て つ鹿という漁漁をする。諏訪湖の底は浅くてもぐさが多い。人々は夏の土用中にたくさんの小石を船に積んでいってこのもぐさへ投げ入れておく。土用の日光に当てた石は寒中の水にあってもおのずから暖かみが保たれると信じられているのであって実際投票の頃になると 魚族は多くこの積み石の間に潜むのである。それを捉えるのが八つかの漁法である。その積み石をも八つかと言い,い、八つかの魚を取ることをも八つかと言いならしているのである。八つかの所在は、八つかを置いた魚人にあって、いつでも明瞭である。氷の上に立って、湖水の刺繍から、 かつて記憶にとどめ置いた4個の目標地点を求めればたるのである。2個ずつ相対する地点を連れぬる二直線は必ずこの八つかの上で交差することを知っているからである。交差の地点を中心として半径4、5尺の円を隠して氷を切り取ればその下に必ず八つかの石群れがあるのである。 縁の面が定まれば、その円周に沿って竹巣が下ろされる。魚の逃げ去るのを防ぐのである。かようにしてから固定に積まれた石は、万能画と称する柄の長い四つ葉の桑によって、一つずつ氷の上へ救い出されるのである。救い出された石は、濡れるというよりも凍っているという方が適当である。 水面を離れる石が氷上に置かれる頃はもうカラカラに凍っているからである。凍った石が終わりに黒山をなして氷の上に積み上げられる頃は八つの底には青もとともに揺れ動いている魚族がある。日がさせば水底に群がり光る魚の腹が見える。魚族は逃げ場を失って で竹須に突き当たる竹巣にはところどころ魚を捕らえるための牢屋受けとも言うというものが備え付けられてある。これは一旦これに入った魚の二度と外へ出られぬように備えられた竹籠であって魚族は終わりに多くこの牢屋の中へ入ってしまうのである。 朝早くから氷上に立って、牢屋の中へ魚が収まるまでには、短い冬の日がいっぱいに用いられるのであって、竹酢をあげて魚をビクの中へ取り入れる頃は、日はもう湖の向かいの山へ傾いているのである。湖面を吹く風は、触るものなき表情を一押しに押してくる。 万能がを持つ手は時々感覚を失わんとするまでに凍える。その時には携えた火鍋、鍋の手を長くして漬けたものであるの中で用意のホタギを炊くのである。あるいはまた氷の上で直接にわらびを炊くことがある。氷の上で焚き火をしてその氷が溶けてしまうほどに 氷が熱いのである。おおよそ周囲より半の表情にあって、漁人の生活は全く世の中との交渉を途絶する。ただ、日に一度、弁当を下げて漁場へ運んでくる妻女の姿が表情に現れる。氷を滑り、カモを追って遊ぶ子供の群れが、漁領の高を見るために、 ここの八つかへ立ち寄ることもある。そういうことが単調な漁人の生活に金賞の色彩を与える。叩きで取った魚も八つかで取った量もいわゆる火をであって油がのり肉がしまって甚ははだ神である。しかしその神はこれら漁人の口に昇ることは稀であって 多く隣の町へ運ばれて多少の金と変えられるのである氷切りの作業は快晴の夜を選んで行われる温度が低下して氷の高度が増すからであるこれは若者でなくては到底耐えられぬ労うである若者は宵いの口からわら製の雪靴を履き その下にカツチキ、漢字木のギをつけて古城へ出かける。綿入れを何枚も重ねた上に厚い斑点をまとうのであるから、体はいわゆる木膨れになる。横も縦も同じに見えるという姿である。かような紛争をした若者が氷の上に一列に並んで氷をのこびきに引き始めるのである。 氷を引く手元ははじめ暗くて後に明るい。氷に目が慣れるのである。三尺四方ほどの大きさに引き離される氷の角片が切り離されるとともに水中に落ちる。それが火さみと称する大きなハサミで挟み上げられる。挟み上げられた後の水には星が映って揺すれている。おおよそ 一望平坦の表現にあって空は手の届くような低さを感じる。星が降るごとく光り満ちているのである。星の光は水にあって水の明かりとなり、氷にあって氷の明かりとなり、その明かりに全くなれるに及んで、相臨する人の顔まで明瞭に見えるようになるのである。 夜がようやく更けて寒さがますます加わると表現のところどころに亀裂の音が起こる。寒さのために氷が収縮、膨張するのである。亀裂の音はいわゆる氷を裂くの音であって表現を超えて四周の陸地山地まで響き渡る。 その響きの中に立ってノコギリを引いている若者の背中には汗が流れているのである。しばらくたって休息しているとその汗が背に凍りつくを覚える。そういう時はノコギリの手を休めないようにするのが唯一防寒の手段になるのである。それゆえ若者はただせっせと切る。腕が疲れると歌も出ない。 ただ時々眠気覚ましに大きな声を張り上げるものもあるが、それも長く続かない。あまり疲れて寒くなれば、氷の上で例の焚き火をして一時の暖を取ることもある。かようにして世が知らんでくると、氷の上に積まれた評判が山のごとく重なっているのである。夜明けからそれを運んで、 湖岸の田んぼに積み上げる。田んぼには、蓮や切り上げられた評判が、長い距離にわたって、正しく積み並べられて、あたかも氷の累壁を築いたごとき、勘を呈する。積まれた氷には、多く、むしろ類を引っかぶせておくのであるが、多いのむしろがなくとも、白昼の日光で、氷の溶けるというようなことはないのである。 海抜2500尺の地のいかに寒いかということはこれで想像し得るであろう。若者は氷を積んでから疲れた体をおのおのの家に運ぶ。朝飯を食べてから初めて暖かい床に入ってぐっすりと寝入るのである。かようにして得た金を来春工作の肥料に用意せられるのは 経済の上場にある家である。私の村はまた夜になるとところどころの家から藁を打つ土の響きが聞こえる。氷切りなどに浮かぬ人々が藁地や雪靴を作るのである。ひっそりとした夜の村に響く土の音は重くて鈍くて底のない響きであり、聞いていればいるほど の遠い感じがするるである氷たたきの土の音は遠くて近く聞こえる。藁を打つ音は近くて遠い感じがする。私の村ではまた日中ところどころの家に旗を織る音が聞こえる。町に行って買う布よりも糸を仕入れて染めて織る方が 安価で丈夫な布が得られるというのである。縫い物をする女はこたつにいる。旗を織る女はそれができない。それで旗台はな南向きの日当たりの良い部屋に据え付けられるのである。冬枯れの小立に終日響く旗の音は寒いけれども私の村を賑やかにする。 どの家の旗は今日で何日目であるとか、どの家の旗は何日かかっており上がったというようなことを女たちは音を聞いて皆知っているのである。簡弱な村にあって臨歩愛よる心は旗の音までが道場の交流になるのである。勘地である諏訪は天然物が豊かでない上に、 旧藩時代には中級がかなりひどかった。そのため、昔より人民に勤勉と質素と忍耐の習慣を作り上げた。品の人は勤勉であると言われているが、その中で諏訪人はことに秀でて勤勉である。この習慣が今の木糸や寒天の産業を生み、 かつ発達させた私の住んでいる乾村の人々が、元凍の古城において、昼夜となく働いているということは、その諏訪人の気風の片鱗である。いかがでしたか今回は、島木赤彦さんの随筆、諏訪湖畔、冬の生活を朗読しました。 このチャンネルではあなたの作品もお待ちしています。あなたが書いた文章や絵本などよかったら送ってください。私が朗読いたします。それでは次回もどうぞお楽しみに。